気象庁は県内で初めて浜通りに線状降水帯発生情報を出しました。いわき市の南部付近では1時間におよそ110ミリの雨が降ったとみられています。この雨の影響でいわき市の内郷宮町など2037世帯4950人に警戒レベル5の緊急安全確保、またいわき市と楢葉町は全域に警戒レベル4にあたる避難指示、南相馬市で高齢者などに避難を呼びかけています。命を守る行動をとり、夜の避難は危険を伴うことから身の安全を優先してください。